おい、中を確認してから。大丈夫。どこに逃げればいいか分かってる。なんだこりゃ。なんだって。分かってるんじゃなかったのか。多分、服飾デザインの教室だろう。こういうの好みなのか。まさか。どうした？寒いのか？これ外せ。ダメ。外せよ。ダメだよ。頼むよ、ちょっとだけ。ダメ。外せって言ってんだよ。非常事態なんだよ。まさか、奴か。じゃなくて、お願い、もうちょ。ああ。おい、変態。変態じゃない。変態。任務だ。変態。任務なんだよ。変態。任務なんだってば。トイレを理由に逃げようとするのは常套手段だからな。最悪だ。見るなよ。見ないよ。嗅ぐなよ。嗅がないよ。聞くなよ。聞かないよ。聞こえてんじゃねえか。無理言うなよ。うああ、急がないと奴が追ってくる。さっきの部屋に戻るぞ。ほら、これに着替えろ。はあ？濡れたままじゃ寒いだろ。いいよ別に。女性は体を冷やすもんじゃない。手錠を外してやるから、奴が来る前に着替えろ。うん。おい、もういいぞ。似合うじゃないか。別に、お前に言われたから着たわけじゃない。風邪をひくよりマシだと思っただけだ。うん、すごく可愛い。お前、あのな。とりあえず何か手を打たないと。他に何か武器はないのか。音響爆弾1個です。です？何？その、だからこれだけ。なんだ、可愛い反応もできるじゃないか。うるさい。どこ触ってんのよ。ごめん。何よ、気持ち悪い。いや、君にも少女らしいところがあったんだなって。少女。君を署に連れて行かなくちゃいけないが、あの相手にこれじゃな。あるわよ。あるわ、方法が一つ。